変わらず寝れないですね。昨日は11時に布団に入りました。いつもは12時ぐらいに布団に入るんだけど、でも寝れんくて時間見たら11時45分で、いつの間にこんな時間経ってるんやって思いながら、音楽かけてアロマとか、なんでこりゃ、おはよございます。もう7月が終わるということで、 MC のテーマみたいなんですけど、7月のハイライトなんですか。4月のハイライト、7月はもう、あれですね、マイカーのキャンプしたなと思いますね。7月ってなんだかんだいろんなことがあったよ。サマーツアーも初日があったり、ストチャレ、そう、あ、フォロワーがショールームのフォロワー2万2000人達成と思ってキャベツ食べましたね。おはよう。地方復活、確かに。会えるお話し会、会える話し会も、あれ、そっか、はや、7月はなんかラストが多かったです。6枚目シングルだよね、今6枚目シングルのリリースイベントが
完結しましたね。おはようです。おはよう。今日は金曜日ですよ。7月は7月1日からまずなんかあったよ。なんだったっけ。7月1日からなんかあったよね。藪下が卒業、あ、違う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 、藪下の卒業公演に向けていっぱいレッスンしてるのも7月のハイライト。他のダンス配信あってる。確かに。配信ハミ劇、そうですね、なんかハミ劇で卒業公演配信するってなってましたね。素敵。いいと思いますね。解放。サーバー増強お願いします。確かに、なんか。サーバーのアクセスでこうね、配信見れんってなったらなんか悲しいですよね。なんかせっかく見たかったのにってなっちゃう。なんか前藪下のあの卒コンのレッスンの時になんかダンスの先生がこうまずなんかこうこうしてこうしてって言ってなんかいろんな説明してくれるじゃないですか。まあ、説明してからはいレッスン始めましょうみたいな感じなんですけど、なんかそのダンスの先生が説明してる時のなんか想像しちゃってめっちゃ「ああ藪下がもうここでこうなってこうなって」みたいな感じで卒業のことをなんか想像しすぎてなんか泣いちゃって。ダンスの先生が説明がうまいことがね、実証されましたね。いや、だってめっちゃ想像しちゃうんだもん。想像させてくるんですよ。先生が。おい。何時かにゃ。先に絵が、先生に泣かされたんですよ。うまいから説明が。はい。ちょっとんですけど、まあ、早いね。
泣かないようにしなきゃ。ふーちゃんがほかと永遠に仲いい気がするって言ってたのでよろしくお願いします。お、写真集発売日やべ、下の写真集、見たんですよ。なんか良かったよ、マジで。あ、いっぱいギフトありがとう。私もなんか呼ぶ人とはなんか一生仲いい気がする。花金だね。あ、今日は金曜日ですね。本人と見比べた？本人と一緒にいましたね。波長合ってそう。あ、確かになんかなんですかね、呼ぶ人が、あ、例えばお互いのなんかテンションがどっちかが低くても、なんかすぐなんか忘れてしまう。話し合ったら由美子があったらまた違う関係。なんか由美子最近大人になったんだけど、由美子最近大人になった。マジで由美里は大人よ。最近大人になったのって、なんじゃこりゃ。いや、こっちがなんじゃこりゃな、なんでなんですかね。写真集出すけん、ゆみりん綺麗。なんか待って、なんかさっきから髪の毛がずっとついてて、あ、違う、生えてるやつだ。いや、ユニコ何が変わったんじゃろ。なんか包容力が出た。いや、前からあったんだけど、ユニコ写真集出して大人になったんかね。ココアも写真集出して大人に。いやで、なんかその写真集といえば、オファーは来てるんだろ。いや、来てない来てない来てない。写真集といえばなんか由美子と、なんか藪下がなんか私をジロジロ見て、なんか写真集の話をこう盛り上がるんですよ。いや、ココアは、いや、ココアは出してほしいけど、いや、まだ、いや、まだ出してダメなんだけど、めっちゃ、もうちょっとでもね。でもなんか大人と子供の狭間みたいな感じの、なんかもう少しでみたいな感じがいいよねみたいな、二人でなんか盛り上がってるんですよ。バズりそうとか、そう、なんか真剣に考えられて、
真相って素敵ですね。で、遅い。そうですか、嬉しい。年齢制限あるんだ。あ、でもなんかあの ST に限らずになんかいろんなグループの方出してますよね。みくりんさんとかゆきりんさんも最近でした。ここはカープの公式グッズになってほしい。え、なりたい。なんかいつか STA とカープコラボするんじゃないかって思ってるんですけど、なんか全然ないんですかね。爽やかにね。おはようございます。今日の T シャツは白熊ペンギン。いやもう大して何もなかったっていう。ココアって泳げる。いやそれが泳げないんですよね。泳げないんですよね。泳ぎたいんですけどね。 ST より誰が泳げるんじゃろ。なんかあんまりなんかそういう話しないんですよ。なんかえだから誰かがえだってなんか普通に学校の中にいたらなんかあのめっちゃ水泳習ってたっていう人わかるじゃないですか。なんか ST で水泳習ってたとか話したことないっけ。浮き輪があるから大丈夫。確かにね、浮き輪しか勝たんですよ。マイキュー習ってたんだ。マイ地方こうなんかあのやっぱりなんて言うんですかね、あのオリンピックのハイライトとか見てたらわなんかなんでこんなにもあの同じ人類なのになんか同じ人類っていうか同じ人間なのにこんなに水の中で早く動くことができるんかなと思う。てか水でなんか水泳選手ってなんか水と一心同体みたいなところありません？なんかはやえなんか水泳のやつ人はなんかここがなんか広がるんよみたいなことよく言いません？あ、三四郎。
おはようございます。水の中で成長してみて。なんかダイエットにいいとか言いません？こう水の中の消費、こう水の中でのなんかこう消費エネルギーはなんかこう空中で暮らす、空中この今の空気中よりなんかこう筋肉量がなんか水抵抗がどんどんか、そういうダイエット方法ありますよね。こう水の中を歩くみたいな。は痩せる必要あるん？え、ありますよ。細く見えるかな、太いんですけど。すく水は抵抗ある？え、ありますね。でもで私今高校3年生だっけ、4年前とか5年前とかまではそれで学校の授業を受けてたって思うと、メンバーとプール行ってみたい、楽しそう。ナイトプールバーシャーバーシャー、え、こういうなんか流行りませんでした？え、なんか誰が言ってるとか、なんか誰がなんか流行らせたとか分からんけど、このフレーズめっちゃ知ってるんだけど、流行語大賞。イグジット出口。あ、笑い芸人さん、笑い芸人さん。なんかちょっと最近英語の勉強とかしてそういう並び、文字の並びって、出口って英語訳にしたら、いや、わかりますよ。エグジストさんですね。え、今何時、今何時ですか？なんかいつの間に絶対こういう時間経ってるやつですよね。私の腹時計。おお、32分。痛い。暴れないで。すごい盛大に腕をぶつけました。肘を負傷しました。いいタイミング。隣のバナナの衣装着てる。あ、嬉しい。昨日はツイートしたんですよ。ツイート、
それでは今日も、あ、夏休みだからメールも増えた。本当ですか？だから日中遅れるのは強いですね。やっぱり大人になったらこれぐらいの頻度になるんだろうなと思います。やる気が出ないって聞いてどうしますか？やる気が出ないときは、あの勉強のやる気が出ないときは、あのとりあえず10分寝ると、10分寝るとカッってなる。ダンスのやる気が出ないときはめっちゃ屈伸を、なんか勢いよく屈伸3回4回したらやる気が出る。なんかこう寝たり、めっちゃ過激な運動を急にしたり、なんかこう何らかの形で体に刺激を受けると、なんか私はやる気が出るんですかね。あ、10分で済まないです。人生のやる気が出ないときは、あの昔の写真を見る昔の自分の写真を見るとなんかやる気出る。まだ今の方がいいなと思う。これ見て頑張ろうと思う。ココア見る。あ、もうぜひ私を見て元気を出してくださいね。ではここら辺でランキング読みたいと思います。いつの時代、 ST 入ってからもうの時代ですかね。今と同じ仕事の過去の自分を見るといいですよ、絶対。それではランキングを読みます。13位はヘイさん、12位ヒサさん、11位ヨウさん、10位スエンさん、9位タクトさん、8位カモメマキさん、7位ネコカワさん、6位アリくんさん、5位ナッシーさん、4位エさん、3位アカヘルサンタさん、2位ダンゴ部長さん、1位は星見さんです。ありがとうございます。まったり配信ありがとう。こちらこそ皆さん見てくれてありがとうございます。それでは自己紹介をします。いきます。私が耳を傾けたらココアとお願いします。いきます。 STU の中で一番ホットな女の子はココア。はい、ありがとうございます。いつも心に愛を。広島県出身17歳の甲斐ココアでした。皆さん配信を見ていただきありがとうございました。今日も頑張れん、応援してます、応援してるぞー。